よーい、スタート。映画監督の太田です。ずっとね、下見てたら2階だったんで、2階だったらずっと見てたら、そしたらあのなんか山本らしき太郎らしきやつが歩いてきて、あ、来た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 、ぐるっとぐるっと階段で2階まで上がるんですよ。上がってきて、でキーッと入って入ってきて、でした時にそのまあ演技事務の人が、ああ南穂太郎さんありがとうございますとかってね、あの忙しいのすいませんとか言って、でこちらがあの太田監督です、でこちら太田監督、こちら山本太郎さんですって時に、あの初めまして、映画監督の太田ですって、山本太郎ですって、めっちゃね、なんか真面目でね、静かなんですよ。もうそういうイベントとか行ったら、単純な名前ですいません。まあ、これ選挙の時だけどね、山本太郎と申します。とか言って、もうすごい30分ぐらい喋る。もうさすが関西人っていうか、もうなんか、芸人さんぐらい、喋りますから。っていう風ながね、ものすごく物静かに来て、あ、山本太郎です。って座って、何も話さないんだ。普通だったら、監督が、シナリオ読ませてもらいましたけどね、やっぱ原発事故っていうのはこういうことじゃないんですよとかって言って怒られるかもしれないし、今回どういう意図でこれを作られるんですかとかっていうなんか質問があったりするのかなと思って、で、僕はまず座って、ちょっと黙ってたんですよ。太郎さんもあんま喋らないし。で、僕もそれ待ってる。なんか30分しかないしと思って、どうしようと思って。だってあれだけおしゃべりな、もう芸人のような山本太郎さんが黙って座ってるんですよ、目の前に。あかんな、これどうしようと思って、で、まあ僕も関西なんで、それで最初ね、太郎さん忙しいのありがとうございますって言ってね、でもう原発事故、あ、違う違う、それでなんかってな、でね、原発について僕も勉強したんですよって勉強した話をして、でそれでいろんなこう集会とかも行ってみたら、行く先々に太郎さんがいたんですよと言って、であそこの大場健三郎さんが来た時のあの大きな公園でやった時も僕が立ってるので、太郎さん横通り抜けていってとかって言ってさ、ああそうでしたかとかってで言ったら、あの時もいらっしゃったんですかとかって言ってね、話をして、それでまあ今回の映画なんですけれども、やっぱなんか僕もしなきゃいけない、今まで青春映画ばっかり撮ってきたけど、なんかしなきゃいけない、これ本当下手したら日本終わっちゃうかもしれない、その中で自分映画監督として、何ができるんだろうって考えて、でね、太郎さんのようなそういうね、アクションスピーチ、あちこちで活動するとか、さっき言ったんだっけ、小出先生のような、だけど僕はね、本当は何もできない、でも映画監督だからっていう、さっき話した映画を作ればいいんだと思って、で原発の怖さが分かる映画をね作ろうと思うんですよ。でそれにね、やっぱり説得力に、やっぱり原発のことをよく知っている思いのある人に出ていただきたいので、太郎さん忙しいと思いますけど出ていただけないかなと思って、知ったんですよとかって言って、そしたらそこで、分かりました、やらせてもらいましょう、一緒に頑張りましょうっていうふうに思ったら、はいとか言ってね、全然反応ないんですよ。なんか、お、頑張ってるなとかね、何バカなこと言ってんだよとか、まあ何らかのリアクションあると思ったからね、僕が言って、あ、そうですかとか、あのおしゃべりだったろうとか、あ、そうですかとかって言って、でまずいなと思って、で、まあ、まだ時間があったん でそっからどうしよう、どうすればこちらがね、口でね、なんか頑張りますとか、原発問題を伝えたいんですとかいうことは逆に簡単だと思うんですよね。でそうじゃなくて、なんかやっぱこちらの思い伝える方法ないかなと思った時に、当時その、まあ、湖西市っていうね、静岡県のある町、そこの市長さんも原発反対の人だったんで、その町のそういう原発問題に取り組んでいる、あるいはこう共鳴している人たちがすごい応援してくれて、それで湖西市で撮ることになってたんですけれども、その中にあるおじさん、もうほんと70過ぎのおじさんで、で俺がもう死ぬまでにね、孫のためにも原発はなくしたいんだっていう人がいて、その人が一番最初に協力してくれて、でその人と一緒に資金集め寄付してくださいっていうの、その小さいところが静岡県のほんとあちこち回って、したんですよ。でそのおじさんの話をね、太郎さんにもして、でもほんとそういうね、もう定年退職して、もともと何やってた人かな、
あ、もともと確かね、銀行員とかなんかじゃなかったかな。だけど、ああいう硬い感じじゃなくって、むしろなんか、なんか、てめえで許されないじゃない、スケバンって方だ。割にね、元刑事じゃないかぐらいな、結構やり手の、おじさんで、刑事というよりもあれだな、なんか、そういう、組織を束ねてるような、野郎ども行くぜみたいな感じの人で、で、まあ、その人すごく助けられて、いろんなところを紹介してもらっていって、僕がまたすごく映画の話をして、まあ、映画なんかね、俺たちにできるわけないだろうみたいな、やっぱり地方の人と思ってることが多いんだけど、で、それが僕話してとかっていう話を太郎さんにしたら、ああ、やっぱそういう人がいるから救われますよね、とかって言って、だから言うのは、そこで初めてね、あ、とあれだ、太郎さんも僕もそうなんですよ。原発の話して最初そこの、静岡県の、そういう会社やってるような、まあ中小企業やってるような人たちをいろんな人呼んで、市長が呼んで会とかやってくれた中、全員協力できませんっていうね、もう原発はやばいからっていうんで、みんなそのまま帰ってしまったことがあって、だからもうそういう会社とかそういうとこからのこう献金っていうか支援を協力できないんで、も全部個人から1万円5000円とか100円とかっていうので集めていこうということになってくるんですけれども、本当にね、さっきのそうだけども、役者頼んでもみんな断られるしっていうね、大変な状況を僕はもう思い知ってた時に、まあ、そういう思いやるおじさんがいてって話をしたら、太郎さんがそこで、あ、そうですか、そういう人いるから救われますよね、とかって言ったのは、きっと太郎さんがやっぱり、いや、もう太郎ってことですごく、ね、原発反対デモとか言ったら、もうなんか英雄のような存在ではあったんですけど、やっぱり批判する人も多いし、いろんな大変な思いをしてたと思うんですよ。だから、そういう人がいると、救われますよね、とかって言ったのは、やっぱり同じような辛い思い、ね、有名な知名度のある、人気のある太郎さんでも、あ、やっぱり大変な思いしてるんだろうなっていう。だから実際、まあ、批判してる人たちもたくさんいて、山本太郎は一線を越えないでほしい、早く戻って、元の世界に戻ってくれとかっていうふうなツイート出してるようなやつもいて、なんだろう、ね、いろいろ本人も大変だったらしいんですよ。だけれども、だから、それをね、すごく、そういう話は聞いてたけれども、ああ、その一言で、ああ、やっぱ本当に大変なんだろうなと思って、していると、時計見て、ああ、監督すいません。もう時間なんで、失礼します。って言って、映画出ると思ってないと言わずに。で、僕もそこで、太郎さん出てくださいとかね、言うのもあれだし、あ、わかりました。お返事お待ちしてます。って言って、入り口まで、出口まで送っていって、でもその数軒先にある、なんていうかな、その会場で、でもそこもトークっていうか、しなきゃいけないって、で帰ってきて、その演劇島の人と、どうでしたかね、いや、まあ分かりませんね、でもまあ返事待つしかないじゃないですか、とか、そうだよね、とか言ってて、それが数日後、その演劇島のその会社に太郎さんから連絡があって、やらせてもらいますって言って、OK をもらったんですよ。で、さらに面白いのが、後でね、太郎さんがこう映画のパンフレット、これはこの沖田教授局ですけれども、まあ、これにも実はね、太郎さん登場してもらってるんですけれども、朝日の当たる家の映画パンフレットの時に書いてて、それ分かったんですけど、実はそのシナリオ、僕がシナリオを送ったの、シナリオが来た時に、読んだそうです。読んだ時に、でも太郎さんのセリフはもう太郎さんの役の、光太郎って光る太郎って書いて、光太郎ってもう、これあなたですよって分かるように、光太郎って役にして、のセリフも全部入ってるんですよ。で、この役を太郎さんにやってほしいって言って、読んだ時に太郎さんは、俺が思ってることが全部書かれてるわーとか思って、何やこれーとか思ってびっくりしたそうなんですよ。それで、したってことは、理由は簡単なんですけど、まず一つには、太郎さんが多分こう考えているであろうっていうことを僕は想像して、お会いしたことないからね、わからないですけど、書いたんですよ。で、同時にそれは僕が
多くの人に伝えたい言葉でもあるんですよ。だけど太郎さんならこういう言い方をするだろう、こういう思いなんだろう、こういう言い方をするんじゃないかっていうことで書いてて、見た時に俺が持ってることは全部書いてあるわっていうのは、うん、だってもう当て書きですから、うん、であなたきっとこういうこと思ってますよね、僕も思ってます、同じ気持ちですっていうセリフだったんですよ。だからそれを見て彼は驚いて、でそれまでは実はそういう自分は役者、その段階まで役者派ですから、役者やってるからそれと別にアクション、そういうふうな反原発活動をやってる、それは別だから、でそういう役を演じてください、原発関係の映画出てくださいって来たんだけど全部お断りして、これは僕は個人としてやっていることで俳優として、俳優とは別なんですっていうんだった姿勢だったんですよ。ところが僕のその朝日のアトリエのシナリオを読んでもらってから、そうか、仕事の中で原発のことを伝えていくのも有効かもしれんなっていう、それをこうね、映画館、多くの映画館でやって、それこそ DVD もなってっていう風にして多くの人に伝えていくことができる、これはありやなという風に思ってくれたらしいんですよ。ということで、太郎さんが僕の映画朝日のアトリエに出てくれることになったんですよね。だけれど、まあ、これから撮影の話なんかあるんですけど、もうだいぶ喋っちゃったんで、また続きは話します。だからね、そんな感じで、僕も本当にもうこれ、今の11年前の話ですけれども、太郎さんと接することがあって、だから、現場で、今、ね、この間からの選挙前の凱旋とかで見てたら、もうすごい流暢に話してて、もう本当も今政治家ですよね。でそういうところを見た時に、ああもう太郎よく勉強してるな、ああおしゃべりがうまいな、あなるほどその通りだなと思うけれども、そうでない僕が最初お会いした時って本当しゃべらずに人の話を聞く、僕の話を聞くんで黙って待ってるっていうね、いう風なすごい慎重で。でだからそこでガーッと喋ってもよかった、僕はバーッと喋ると思ってたんですよ。だから何も喋らずずっと黙ってて、でいうのは僕の監督の話、思いをまず聞くことが大切だっていうね、すごい慎重だしね、なんていうかね、クレバーな人だと思うんですよ。熱さだけでね、よしやるぞー、現場さんたーいとかね、いうことじゃないんですよね。でそれでいて、慎重にこの監督本当に真剣なのかな、大丈夫なのか、だからもうその段階で僕のシナリオを読んで、あこの人真剣だしよく勉強してるし自分の思いを分かってくれてるっていうのは分かってたはずなんだけど、それをもう送り出さずに実際会って確認してみようっていう、やっぱ慎重なんですよね。っていうところで、その時も結果出さずに帰ってから、多分監督あれとあれ全部芝居ちゃうかとか思ったかもしれないし、でもやっぱりね、芝居でこういいこと言ってる、まあ政治家でもそうですけど、言ってる人と本当真剣に思いから心の思いをやっぱ語ってる人と、やっぱ聞いてるだけで分かりますからね。っていうところで、この太田監督はほんまに真剣みたいやし、この映画でやるっていう原発伝えるのもありやなと思って、まあ OK をくれたわけなんですよね。さて今後撮影になっていくんですけれども、どうなりますか。でその撮影の、後に、あとまたちょっといろいろ太郎さんと話があって、まあそれ今夜で僕が今カメラ持ってね、凱旋撮影に行って応援しているわけなんですけれども、まあそうやって普通の人が見ることができない、接することができない山本太郎の素顔、っていうのとは僕は出会ってるっていうか見ているので、だからこの人は本当真剣にやっぱり日本を立て直そうとしてるっていうのとってもよくわかるし、すごいやっぱ考えてる俳優タレント議員っていうレベルではないっていうのも分かっているのは、その辺いろいろ彼を見てきたからなんですけど、またそのことは、別の機会にお話します。ではまた。
この数値ってどのくらいなの？チェルノブイリの避難区域と同じ値です。放射性物質が大量に漏れ出したものではありません。20キロ圏内の方々に直ちに健康被害を与えることにはなりません。放射能は現在炉の外には漏れておりません。こんなところに何してんだ、早く逃げろ。こんなところいたらダメだ。政府は延伸場に避難させようとしますが、放射能は風によって運ばれてきます。原発とは関係ないの。念のために避難してくれって役場から連絡があったの。明日には帰ってこれるわよ。そう何回も原発事故なんか起こらないわ。マイちゃん、鼻血出てるよ。チョコレートの食べ過ぎ？ありがとう。まずは一時帰宅して必要なものを取ってきてください。このビニール袋に入る量だけ持ち帰れます。どうして？そういえば福島の時もスピーディって機械があるのにデータを発表しないでみんな放射能が流れる方向に逃げて被爆したのよね。再検査を受けてください。どういうことですか？あちらの列です。いやそうじゃなくて、茜は被爆してるんですか？小太郎じちゃん。うん？私いつまで生きられるんだろう。チェルノブイリで原発事故の後子供が鼻血出して、その後病気になっていっぱい死んだんだって。そんなことない、そんなことない。お前チェルノブイリで言うたって、お前外国の話じゃないか。大丈夫や、日本はまだ間に合う。今やったら間に合うねん。前は死なへん。俺が死なすか、そんなもん。私の家だもん。逃げなきゃ死ぬの。やめろ。やめろ。政府から明確な説明がないんです。セシウムが半減するのは30年だぞ。俺たちの家や畑や田んぼどうすんだ。福島であんな事故が起きたのに、なんで日本中の原発を廃炉にしなかったのかな。金儲けのためさ。30歳までに死んじゃうの。死んじゃうの。